탑.天も人も俺に背くことは許さぬ。取り計らいます。はい、ご視聴ありがとうございます。信長の野望大使 with パープキット。群雄集結の織田信長編でね、やっております。うん。大丈夫だね。兵糧買えなかったけどね。うん。じゃあ進めていきます。我が領内に敵が迫っております。参るぞ。ちょっと相手にしてやんなかったらあれじゃないですか。我に続け。参るぞ。嫉妬しちゃって。ああ、でもまだまだ全然先が来ないの。こっちとあったと思うさ。じゃあ進めていきます。勝てるね。優雅な戦であった。ここはもう終わるんだよね。口ほどにもありませんでしたね。行きます。進むのです。うん、じゃあ進めていきます。この老いぼれに勝てぬのか。ことじけなし。で、調査ガビさんもね、もうね、終わりますね。よかったね。調査ガビさん。いざ参ろうか。うん。戦争はね、ちょっと長引いたかもしれないんでね。ポイゴンでリセットかかったのでね。そのまま潰すことができましたね。敵が我が領内に向かっております。ああ、こっち行くつもりだったのに。行こう。こっち行っちゃった。もういっか。こっちを相手にしてやろうか。うん。じゃあ進めていきます。包囲29日ですね。この城をもらい受ける。かたじけない。これ返そうがちょっと部分騎乗。このぐらいにしよう。返そう返そう。で、包囲はできてるね。問題ないね。で、兵糧もちょっと増えたね。うん。じゃあ、こんな感じかな。包囲45日。はい、ゆるまさんありがとうございます。よくやってくれたな。これ35日。貴様の腕は我らは止められぬ。これは届くのは何日 ?30 日。うん、籠城できるから、ここ倒した後こっち行こうか。モブっぽい声だったんだけど。あ、こいつか。モップじゃないんだ。じゃあ、これ、こいつ。こう行こうか。うん。ちょっとこれ以上舞台出すと、兵糧で負けちゃうんで。あれか。先月の収支です。ご命令を。毛利と戦争してるから、毛利元は戦争してるんで、一気が激しいんだよね。民地が下がっちゃうんだよね、これね。承知いたしました。もうそれがだから嫌いなんですよね。取引を行いましょう。ありがとうございました。兵糧変えたんだ。あと何日も来るんだ ?50 日。あと3ヶ月か。まあ、進めていきます。この城、もらい受けよう。これどこの家？大友家。あー、ここは小早川家。あー、小早川家はちょっと平通的に厳しいね。うん、返そうか、これ。違うな。返しちゃダメ。ここで、こいつは、この、大友さんに対する国旗警備しておきます。なんか持つか持たないか微妙なラインだね、これ。あと92日もかかるの？まあまあまあ、待とうか。ちょうど戦争が終わる頃に落ちるね。待機せよ。終わりですか？拍子抜けです。手を打ちましょう。ちょっとこっち行ってみようか。ここはボロ負けだね、ここは。手を打ちましょう。ちょっと巡検地破壊用部隊出そうか。うん。1万8000ぐらい、このぐらい持っとこうか。皆の者、進め。籠城。これは多分もうそろそろ終わるはず。あと1日はあるね。うん。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。参るぞ。出陣するぞ。毛利の毛利のあれがこれより表情を行う固有スキルってやつですか。うん、固有体名がうざいですね。なので、毛利とかはね、本当は一気にね、叩き潰しちゃったらいいんですよね。ご命令を。兵糧買います。はい、買いました。ただ、兵糧3万だとこれちょっと、1ヶ月持つかな。ギリギリ持つ感じだね、1回ですね。これあれだね。もう一本は前に出ておいた方がいいのかね。と。2万で来るのか。絶対負けちゃうもんね。2万で来られて、ここで上がったらね。さっきもだって負けたもんね。これがさ、上限がさ、1万でしょ。ここで、22を倒す、こう、倒せばこっち行っても多分勝てると思うんだよね。みんな、よくやってくれたな。我に続け。進めていきます。この城いただいておくぞ。上層階を落としました。これ解散します。方位58入れときます。待機いたします。で、これこう、ここはそう。我が才、やはり天下無二のものですね。はい、壊した。では、行くぞ。こっちも壊します。出陣します。報告いたします。先月の収支です。月曜、うん、じゃあ兵糧買おうか。天も人も俺に背くことは許さぬ。取引を行いましょう。持たないかなこれ。どうだろう、1ヶ月。あ、ギリギリ持つね。交渉してるから交渉しようか。あと12日経ってから即交渉してみようかな。あれ、これはあと4日か。交渉できないね、じゃあね。進めていきます。この志、必ずや果たしてみせよう。かたじけない。あとちょっとだね、壊せるのね。皆さんのおかげで勝つことができました。かたじけない。ああ、これだったら過剰だったからか。出陣します。確かにあそこは、多すぎたけど、でも、あのぐらい量がいないと、落とせなかったですからね。これ壊したんだね。行くぞ！出陣します！これでね、行きます。我が才、やはり天下無二のものですね。これは絶対勝てる。勝てなかったら下げたぜ。この知恵で、のし上がってみせるわ。むしろ、わしがいただくぞ。出陣します。で、これは、普通に、今これで倒して、ね、うちらの領土を2マスと、1マス、2マス通ってから行かないといけないけど、絶対これ勝てます。で、1なので、平数差でね、多分、即ピロいくと思います。ピロって言ってね。では進めていきます。あ、いかなかったか。まあ、強行もまあ、8分ぐらいだったら早い方かね。報告いたします。ご命令。兵糧を買います。取引を行いましょう。買えなかったか。あと何日ある兵糧。13日。河野さんは落としたいから、これ返そうか。で、23日。兵糧が足りないね。どっかさ、兵糧くんねえのかな。承知いたしました。お前も兵糧ちょっとよこせ。ちょっとよこせ。承知いたしました。同盟延長しよう。承知いたしました。ロロもくん、ちょっとよろくんない？承知いたしました。では進めていこうか。我が才、やはり天下無二のものですね。他愛のないものか。あと21日ぐらい？無理やな、これ返そう。公衆だ。ここはできるね。ここはしよう。小早川もここだね。おもりさんはあとここは何にしようちる？このか、ああ、じゃあおもりさんもここだ。はっ！雨ごとは、今攻めてないから、ここだね。はっ！そしたら、兵糧くれくる言わなくてよかったね。多分、足りだね。進めていきます。我が野望、何人たりとも止められぬ。これも返そう。ちょっと構ってみようか。進め。これ、交渉出てくれると嬉しいんだけどね。あと13日、ちょっとギリギリだね、兵糧を持つのね。これ返そうか。返せば余裕で持ちますね。毛利さんと講和する前にね、交渉出ると嬉しいですね。どこも兵糧なかった。ケチだね。従属のくせしてさ。ああ、前田愛より神殿深みたいなら。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情を行う。良作、ひらめきましたぞ。なんか欲しいもんないんだよね、もうね。これといって欲しいもんないよね。まあ、とりあえずロンギと軍事取っとこうか。これで表情を終える。ああ、この攻撃力アップ。ああ、取れるね。取っとこうか。ああ、これなんか訂正案力上昇？取っとこうか。ゲチよ。これ返そう。ああ、ここに余分な無駄飯ぐらいが。こんなとこで無駄飯食ってたから兵糧が足んなくなっちゃうだよ。上杉さんとこうはしてなかったね。鍋島さんともこうはしてなかった。こんなんでいいのかなと歩兵をして、かしこまった。かしこまった。はは。まあそこそこ取ったかなっていう感じかな。うん。まあそこそこ、お城取れたんじゃないのかなと思います。まあ四国は全部ね、統一しましたのでね。うん。勢力的にポイント見ると、あと7ポイントぐらいですね。うん。はい、ということでね、9話はね、この辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。